皆さんおはようございます。今日は7月の24日金曜日です。今日はまた、いつも通り仕事してトレーニングしてっていう感じになるんですけど、また一日を、特に変わり映えないですが、皆さんにちょっと、お見せできればなと思います。で、今駅に着いたので、これから電車で職場の方に向かいたいと思います。職場の最寄り駅着いて、ガイアジム歩いて向かってます。今日天気がちょっと曇りで、雨はなんか降らないみたいなんですけど、若干蒸し暑いような感じです。昨日はまあ結構天気良かったんですけど、まだ多分梅雨は明けないんでしょうね。分かんないですけど、結構夏だと湿気が多くてジメジメするんで、汗もとかそんなにすごい出るわけじゃないんですけど、ちょっとかゆくなって赤くなっちゃったりたまにするんで、こういう時期はなんか保湿しすぎてもかゆいし、しなくても肌荒れしちゃうし。そういえば今日まだ朝ごはん食べれてなくて、ちょっと朝バタバタしちゃったんで。なんかペコペコです職場着いてちょっと軽く朝ごはんだけ食べて、今日仕事を一日まずは頑張っていきたいと思います。そろそろ職場に、着きますので、また仕事終わったらカメラ回したいと思います。業務スーパー着いたんで、ちょっとお肉あるかわかんないんですけど見に行ってきます。会計します。鶏肉結局3パックと、あとなんか冷やし中華みたいなやつ、インスタントっぽいやつかな、2パック買いました。ちょっと家帰って鶏肉だけちょっと冷蔵庫入れて、またエニタイム迎えたいと思います。一回家帰って鶏肉冷蔵庫にちょっと入れて、今エニタイム到着しました。ちょっと結構汗かいちゃったんで着替えました。上だけ。今日は背中とあと腕かな、1時間半ぐらいでちょっと終わらせて、で明日は朝早起きして編集なんで、サクッとトレーニングしていきたいと思います。入りましょう。今日のエニタイムはなかなか混んでます。背中なんでちょっとマシンが空いてなくて、どうしようかなって、とりあえず今日は時間ないんでサクッとやっていきたいと思います。シャワー浴び終わりました。今からちょっとお家帰ります。ちょっと雨が多少ですけどぱらついてきました。髪の毛やばいな、本当。もうずっと髪切ってないんで、来週には切りたいです。1時20分。